こんにちは。アマゾネスサポーター、堀秀夫です。今日は2016年9月に、個別サポートでサポートを開始した会員さんからの売上報告をいただきました。ちょうどね、わかりやすく、去年の8月から、今年の、4月までの売上を並べていただいたんで、これをちょっとシェアしたいと思います。4月の売上は1940ドル88セントでしたということでね、去年の8月、9月、1万2000ドルまで行って、10月、11月、12月と減ってきちゃったと。1月、2月がね、1月、2月、3月は、それほど増えなかったんですけど、先月は1万ドルを突破してる。で、5月は1万5000ドルを目指しますということでした。実は、この会員さん、前回紹介したこの、隣の芝は青く見える、中国商品を日本で販売してと。いうのでね、取り組んじゃった会員さんで、だからというかなというか、この辺ね、おそらく、そっちの方をやりながら、片手間で補充だけしてたということで、売上が、減ってっちゃったということです。もったいないですね。オーストラリアアマゾンに集中してくれてたら、もっと今頃、売上も、とっくに1万5千ドルは突破してたのをどうにというのもあるんですけど。今更言ってもしょうがないんでね。これからオーストラリアアマゾンの方、しっかりサポートしていきますので、脇目を振らず、オーストラリアアマゾンの方でどんどん稼いでいっていただければと思います。また他の会員さんもね、売上報告、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。